しっかりと投げ込んでいるという印象ですか。そうですね。初球攻撃センターへ抜けた。今日初めて先頭バッター出塁。ファイターズ5回の裏、大関から積極的に初球を打っていきました。昨日はスタメンでヒットのなかった野村、サードの開幕スタメンに向けて前に落としました。マルチ安打野村勇輝、今日2安打、そしていずれも先頭バッターとしてのヒットです。5回7回この野村が先頭バッター出塁。いや、サードのレギュラーへ向けて金子さん、いいアピールですね。いいアピール、昨日がちょっと残念だったね。そうですね。詰まりながらもセンターへ3安打猛打賞、3打席連続ヒット。野村にとっては最高のオープン戦最終戦ですかね。ですね、猛打賞。いやー、難しいボールですよ。そうですね、しかもあのアウトロー、ストライク取られた後のインサイド、はい、そうですね。